EL 敗退のリバプール、来季補強ポイントを現地語る。UEFA ヨーロッパリーグ準々決勝セカンドレグ、アタランタ対リバプールの試合が現地時間18日に行われ、リバプールが1対0の勝利を収めた。しかし、2戦合計1対3でリバプールの敗退が決まっている。地元メディアリバプール .com は、EL の敗退を受けて早くも来季の移籍プランの展望を報じている。ファーストストレグで0対3の敗戦を喫していたリバプールは、ベスト4進出のためには最低でも3点を奪うことが必須だった。7分、モハメド・サラーの PK によって先制したものの、その後追加点を奪えずリバプールは2戦合計1対3での EL 敗退が決まっている。また、リーグ戦においても、第33節のクリスタル・パレス戦で敗れたことにより、現在は勝ち点71でマンチェスター・シティ、アーセナルに続く3位につけている。そのため、残りの6試合すべてで勝利しなければリーグ優勝を勝ち取るのも難しい状況だ。同メディアは、確実にシーズンの終わりは近づいていると述べた上で、必然的に夏に注目が集まる。まず新しいマネージャーを雇わなければならない。その後、強化が必要なポジションを特定し、移籍市場で適切な役割を果たせる選手を探す必要があると言及し、来季に向けての移籍プランに関する展望について述べていた。ケレハーがチームにいる限り、ゴールキーパー部門は安定したままであるだろう。一方で、守備はチームの中で最も強化が必要な領域だ。ジョエル・マティプはフリーで対談が濃厚であり、イブラヒマ・コナテはフィットネス面で不安を抱えている。したがってセンターバックと契約することは、間違いなく優先リストの上位にあるだろう。また、チアゴ・アルカンタラも対談が濃厚であり、遠藤航は30代に突入して1年が経過している。安全のためにさらなる選手と契約する必要があるかもしれない。同メディアはすでにチームの大部分は決まっていると言及し、理想的なシナリオではケレハーの残留、センターバック、ミッドフィルダー、フォワードそれぞれ1人ずつ獲得するだけで十分だろう。監督が交代し、新たな体制が構築される変革期において、それが理にかなっているように思われると、来季に向けた夏の移籍プランの展望を語っていた。EL は取って欲しかったけど疲労がえぐいよな、しょうがないわ。これでリーグ取れなかったらさすがに萎えるぞ。遠藤、来季どうなんだろうね。補強選手次第では一気にベンチ増えそう。アモリムは硬そう。森田をめっちゃ信頼してるあたりに、日本人評価は高そうだけどね。てか森田も連れてきてくれないかな。ピアスとサラーも抜ける可能性普通にあるし、前線も補強必要でしょ。フォワードはマジで必須。マネが消えて本当に脅威減ったので、誰か取りたい。来季は CL も待ってるので補強は必須。大工の新パートナーも欲しいところ。なんとかリーグでクロップを胴上げしてくれー。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。